どうぞ藤井七段中央の方へお願いいたします。自分にとっては持ち時間8時間の2日制での対局というのは今回の王位戦7番勝負が初めてだったんですけど、そうですね、なんていうか、その中で言っていて自分なりにしっかり考えてさせたというところはあるのかなと思います。ただ一方 で、そうです木村先生の方になんていうかこちらが気づいていないような講師を指されるという場面もなんていうか多くあったので、そうです、そのあたりなんていうか課題を感じた部分もあったかなというふうに、思っています。そうです、今回その棋聖戦では渡辺先生と、王位戦では木村先生とということで、そうですね、なんていうか棋風の違うお二人との対戦になったんですけど、なんていうかその分なんていうか、自分としてはやはり一局ごとになんていうか新しい発見というのがあったような、気がしています。そうですね、そのことは自分ではちょっとあまり気づいていなかったですけど、そうですね、師匠とは順位戦と竜王戦でも同じクラスにいるので、そうですね、なんというか、お互い高め合っていければいいのかなというふうには、思っています。そうです、第1局豊橋で、三河の海鮮丼をいただいたんですけど、そうです、とても美味しかったので、対局の時に海鮮丼は好手なのかなというふうには、思いました。